目から会場に向かってシャウト一言お願いします。一つ言っとくわ、マクティとナジオンがラップに専念できるのは FDF で俺が雑用しっかりやってるからだぜ。 FDF はマクティとナジオンだけじゃねえことを証明してやる。見とけ。2番マイクからご機嫌いかが、楽しませてもらいに来たぜ。楽しんでいこう、柳瀬クラブブロック。ここでビート変えましょうか。ふさわしいと思います。ベスト8第3試合、先攻青コーナー船、後攻赤コーナーナジオン。それでは行きましょう。 DJ カットマスターカット、レディーファイト。証言1、俺がつくぜ、チャンピオンの1、東海一徳、元チャンプにガッツリ持ってかれた高校、でも俺先行上等、っていうかこいつを放送してバックゴーホーム、帰れよあっち、なんて言ってまたここでガチ、俺は粘っこい自然上、笑うで自然と、てめえ見開いてよく見ろ、決める耳かっぽじって聞けよ、ブロック耳かっぽじって聞けよ、行くぜ、Yeah。俺を放送なんてできない、速攻後頭部打つステージから楽天、こっからお前は俺が全部食う、サブカル乗りただのコレクター、ただのコレクター、でもお前にレクチャーしてるぜ、いろいろっていうかお前はレクター博士みたいに簡単に切り刻んでお前の腐った脳みそを食う、っていうか俺の窮屈に羨ましがってる、稼げねえやつが言うんじゃねえ、俺めちゃめちゃ稼いでるぜ屋台骨、やばい俺、お前が何足スニーカー買っても俺の影すら踏めないの、全然届かない余裕、こいつここでお役ごめん、ここから刺すとどめ、悪いけど嫁も俺の方にうなずく、全然違う圧倒的余裕でぶち抜く、突き抜ける俺が釘付ける。終了、判定お願いします。どちらか一方いきます。先攻青コーナー船、後攻赤コーナーナジオン。まずはナジオン陪審レディージャッジ、赤勝者ナジオン。